若さまさるのニュース塾です。本日は出先からこの動画を作成しておりますので、見苦しい点がありましたらお詫び申し上げます。そして本日は、斎藤知事に公職選挙法違反の疑いが浮かび上がったというお話です。私は昨日の YouTube のこのチャンネルで、例の文書問題、 斉藤さんが当選したことをきっかけとして、もうこれでノーサイドにしたらいかがかと。それが兵庫県政の今後、あるいは兵庫県民にとっては非常に大事ではないかというお話をさせていただきました。ところが、ここに来てですね、斉藤知事の公職選挙法違反の疑いが浮かび上がったということで、これは法律違反というかなり濃厚な疑いがあると。 いうことであれば、やはり、しっかりとこの辺は、捜査機関において捜査をする必要があるのではないか、ということでお話をさせていただきたいと思います。まず、一つ目、どんな犯罪なのと。それから二つ目、どうしてそういう問題がここへ来て浮かび上がった、そのきっかけはそして三つ目は、もう少し、具体的な犯罪内容というのはどういうものなのそれから四つ目、 今後の展開はどうなのそれから五つ目、最終的にはどうなるのというような項目立てでお話ししたいと思います。私はですね、検事の時に、この公職選挙法違反、特に買収などで、刑事責任の追及を数限りなくしてきております。まあ、その関係で、公職選挙法が買収というものに対しては、厳しいスタンスで臨んでいるということも知っています。 仮に斎藤知事がこの公職選挙法違反の買収ということに疑いとしてあるというのであれば、これはもはやノーサイドと言っていくことはできないのではないかと思います。まずですね、先ほどの順序立てでいくと、私はですね、今回一番目のの話ですけど、公職選挙法違反の運動買収、そして有料ネット広告禁止、 という犯罪の疑いがあると思います。どうしてその二つの疑いがここへ来て浮かび上がってきたのかというとですね、きっかけはですね、メルチュという兵庫県内に本社を置くコンサルタント PR 会社、その女性代表の王さんといたしましょうか。その王さんがですね、11月20日に公開した兵庫県 知事選挙における戦略的広報という題で記事を搭載しました。その記事の内容はですね、まあ、兵庫県知事選挙における斎藤資の SNS の運用については、自分が監修者として運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、文書フォーマット設計、情報選定、 構成、遂行フローの確立、ファクトチェック体制の強化などの配慮を責任を持って行ったとか、まあ、信頼できる少数制のチームで協力しながら運用していたということをその記事で述べています。さらにですね、王さん、斎藤さんはですね、私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりましたと。 いうような記事も書いてそこにいます。まあ、こうなりますとですね、この王さん側は単なる事務作業にとどまらないと。まあ、広報全般を責任を持って任されているし、それを力強く推進していたということになります。これはそういう意味においてはですね、斎藤さんを当選させようとして行っているということですから、 まさしく選挙運動ということは言えると思います。で具体的に二つ目としてどういうことなのというとですね、まあ、公職選挙法はですね、今述べた選挙運動をする人に対してその報酬として金品を支払ったり渡したりすると、まあ、選挙運動に対する買収として、3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金という処罰を設けています。 元々選挙運動っていうのはどういうものかというとですね、特定の選挙、今回で言えば県知事選挙、そして特定の候補、今回で言えば斉藤さんの当選を目的として、その当選させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為を言います。そうしますと、先ほどの王さんの記事を踏まえて言えば、 その会社、あるいは王さん側は、まさしく単なる事務作業ではなくて、自分の裁量で、自分の考えでこうしたらいいという企画を立て、それを力強く SNS で表現して、斉藤さんを当選させようとしたということですから、これは斉藤さんを当選させるためのまさしく選挙運動ということになります。えー、総務省のサイトにはですね、 こういう一般論なんですが、まあ業者がですね、主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合、その人に対して報酬を払えば、買収となる恐れがあるというふうに書かれています。また今回ですね、兵庫県の選挙管理委員会は、王さんの記事は把握していると。で、一般論として言えばですね、報酬が支払われていたら、公職選挙違反に当たる場合があると。 ね、言及しています。まあ、このような形でで,ですね、この、え、運動買収が行われていると。まあ、これはあくまで斉藤さん側からお金などが王さん側、この PR 会社側に払われているということが前提ですけれど、まあ、そういう犯罪事実が具体的に考えられる。もう一つはですね、この法律ではですね、インターネットなどを利用する方法によってですね、 候補者の指名等を表示した有料広告を禁止するという定めがあります。まあ、今回ですね、お金のやり取りがあって、こうしたインターネットなどを通じて、斉藤さんの名前を表示して、いわば発信するということが、この有料広告の禁止に当たると。ですから、この容疑というか犯罪の疑いもあると。まあ、これの禁止、 処罰規定はですね、2年以下の禁庫または50万円以下の罰金という形になっています。で、今後の4つ目展開としてはですね、まあ斎藤知事側は、まああくまでですね、ポスターなどの制作は依頼したと。しかし SN、SNS などの戦略的立案は依頼していないというようなことを述べています。さらに斎藤さん側はですね、知事側は、まあ一応、ポスター、 政策などとしてお金を払っているというようなことは認めているようです。まあ、この斉藤さん側の言い分が通るかというと、まあ、あくまで金額が一つのポイントだと思います。仮にですね、まあ、ポスター代を払うっていうのも少し不自然なんですが、仮にポスター代などを払ったということだとすれば、それに相応する金額なのか。あるいは逆にですね、それを上回るもう少し多めの 金額が授受されてんのか、まあ、ということで、その金額を詰める必要があります。今後ですね、まあ、告発がされる可能性があると思います。一般市民などから。あるいはですね、捜査機関がもうすでに内定に入るかもしれません。えー、そしてですね、この買収というのは公職選挙法の中ではかなり悪質なので、捜査機関が何も動かないで終わってしまうという可能性は少ないとは思います。 で、捜査機関とするとですね、捜査において、金銭の授受注が本当にあったのか、それはいつ、いくら、合計額がいくらなのか、そして、その授受注の名目はどうなのか、会社側の経理処理はどういう名目だったのか、あるいは斎藤さんも、この選挙用の収支報告書っていうのを、選挙管理委員会に出す必要があるんですが、そこにどういう名目で、 えー、この会社にお金を払っていると書かれているか。まあその辺が徹底して捜査がされるということはあり得ると思います。で、仮にですね、斉藤さん自らがお金を払ってなくて、斉藤さん知らなかったと。そんなお金を王さん側に払ったっていうのは。その誰か、船体の中の誰かが王さん側にお金を払ったという弁解をした場合には、仮に、 この買収っていうのがその誰かが、先代の誰かが払ったということで、その人が処罰されることになれば、その人が本部の中で責任ある立場の人であれば、その人が有罪になれば、当然、連座性といって、斉藤さんも失職するという流れはありうるところです。 まあ、起訴されて有罪になるかどうかっていうのは、まあ、金額にもよるんだろうと思うんですが、まあ、数万円程度であれば起訴猶予、しかし、それを上回れば、罰金に最低は、なるという可能性は出てくると思います。罰金になるとですね、公民権が停止されますので、原則として。そうなりますと、知事の職についていられなくなる可能性があります。ただ、 ああ、いずれにしてもですね、今後どうなるか、最終的にどうなるかというと、斉藤さん側が徹底して、指定して裁判にかか、かけられようが、否認をしていれば、裁判で判決でそれが確定しないと、失職を余儀なくされるということはないと。まあ、その意味では争えば4年間の任期中には判決が確定しないかもしれない。ただ、 世論の批判の声が高まると、斉藤さんが自ら辞職をするということはあり得ると思います。東京都知事だった舛添さんが自ら辞職したのと同じようなことになります。そうなりますとですね、もう一度県知事選が行われます。2番のですね、だった稲村和美さんが斉藤さんが辞職したとしても繰り上げ当選になることはないと。 まあそうすると県知事選がまた行われる。まあ兵庫県のそれこそ、県政、あるいは兵庫県民にとってみると非常に悠々しき問題になると思われます。本日の動画、私の解説、良、えー、かったと思う人はあ、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、どうかよろしくお願いいたします。